みなさんこんばんは。せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。それではさえちゃんから自己紹介お願いします。はい、はい、私が任せなと言ったらさえと言ってください。はい、みんなの心を彩りたい、笑顔なら私に任せな、さえ。ありがとうございます。東京都出身17歳の新井さえです。よろしくお願いします。イエーイ、さえちゃん。はい、夢の中でもみんなのアイドル。夢でも一緒だよ。埼玉県出身、高校3年生、17歳、ゆめみんこと佐久ゆめみです。よろしくお願いします。イエーイ、ゆめみん。はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫、19歳、こひこと成田こひなです。よろしくお願いいたします。コヒちゃん、コヒちゃん。この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。イエーイ。 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい方はアーカイブ配信を見てください。見てください。はい、そしてアーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームにて生配信をしています。そちらもぜひご覧ください。ね、それではタイトルコールしましょう。はい、いきます。いちかばちかで全力いっぱちルーム。イエーイ。ここで改めてショールームの番組参加方法です。ゆめみん。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。コボイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。それではコメントを読んでみましょう。サゴちゃんって来てる。可愛い。今日夢見なんかさ、ふやふやしてる、いつもより。確かにいつにも増して可愛い。なんか久しぶりだったかな。確かに確かに久しぶりだもんね。うん、アピールしちゃうぞ。だってぜひぜひアピールしてください、ね、お願いします。サイちゃん可愛いよ。ありがとう。コヒ可愛いよ。コヒ可愛いよ。昨日もくねくねしてた。いつもくねくねしてるけどね。サコちゃん可愛いよ。それが夢見の良さです。それでは番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみましょう。はい、お、じゃあ3人で読みますか。読めない。コヒちゃん。え、コヒちゃんでもな。コヒちゃん。いや違う。なんて読むの。ウォーターメロン。ウォーターメロン。あ、スイカだからか。そうだね。せーの、3位ウォーターメロンさん。カムサムニダー。カムサムニダー。ウォーターメロン。なんだ、カムサムニダー。チョヌン、サイ、ウィンダ。自己紹介したんだね。それしかわかんない。じゃあ2位大野たかふみさん。ありがとうございます。そして1位はみっちさん。ありがとうございます。にゃんにゃん。はい、はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加をお願いします。お願いします。それでは拡散してもらいやすいようにここでスクショタイムです。10秒間カメラにアピールしますので、ご拡散スクショして SNS にお願いします。ご拡散お願いします。お願いします。何でもいいよ。じゃあでもちょっとなんかいっぱい書いてあるから猫がいい。うん、猫。じゃあ猫ポーズしましょう。いきます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。イエーイ、終わり。終了です。それでは X でのポストはハッシュタグいっぱちルームでぜひお願いします。すごいんだけど。今日は夢見がすごい。すごい。なに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 。読んで読んで。大好きにゃん、好き好きにゃん、頑張るにゃん、ラブにゃん、怖い、猫にゃん、にゃんにゃん、かわいい、かわいいけど、ね、かわいい、怖いですね。にゃんにゃん。それではコーナーに入る前にここ1週間の18期を振り返っていきたいと思います。はい、うん、ね、やっぱり昨日公開された、うん、研究生楽曲のドゥダダンスの MV が公開されたことですかね。ドゥダダンスね。ドゥダダンス。
皆さん見ていただけましたか？見ていただけましたか？めっちゃ可愛いしさ、なんかカラフルで、ね、ね、ね、ミラーボールがね、キラキラキラ、ね、見たよ。ドダダン、今日はなんとなんと、うん、アイドルかなんかじゃなかったのは、うん、フラゲ日なので、ね、フラインゲットなので、うん、皆さんいっぱい聞いてくださったら嬉しいですね。ね、今日大丈夫？なんかふにゃふにゃ、めっちゃふにゃふにゃしてる。久しぶりすぎて、確かに。そうだよね。なんか緊張してる？なんか。可愛い。なんかこの3人もさ、結構18期の中だと大人しい3人なので、あの結構ね、不思議な空気が流れるかもしれないんですけど、温かく見守っていただけたらと思います。ふわふわしてる。お願いします。では今後のお知らせはエンディングにて発表しますので、ね、ぜひそこまで見ていてください。はい、お願いします。それではここからは今日の企画です。タイトルコールをさえちゃんお願いします。はい、いきますよ。18期の一言。イエーイ。出ました。それでは18期メンバーの演技力が問われる胸キュン系フレーズ企画です。最初のお題は先週に引き続きこちらです。 お題、音が、お、学校だ、懐かしい、2年前に聞いた。遅刻遅刻。はい、この音の後に18期メンバーに言ってほしいセリフをコメントで書き込んでいただきます。その中から番組スタッフが4つをピックアップ。今回もトランプで何を言うかを決定します。ではまずは皆さんの考えたセリフを書いてください。制限時間は約1分です。1分。では用意スタート。やばい、韓国語来ちゃってるよ。すごい。なんて書いてあるの？わかんない。発狂中アニンが。全然分からん。学校中アニンが。今から焼肉行こう。チャイム鳴り合って。今から焼肉行こう。私のチャイム鳴る。お腹空いてきちゃった。あ、すごい。前回のやつ見てないんだよね。私も見れてない。見れるよ。見た？見た。見てない。私もまだ見れてない。3人とも見てない。結構ね、チャイムだから学校系のセリフが多いのかな。え、そうだね。いいんですね。なんかいいね、楽しい。2年前に気持ちを戻さないと。戻して、戻して。2年前だよ。現役だもんね。うん、現役だよね。チャイムの音いいな。チャイムの音懐かしい感じね。お、結構来てますね。面白い。あれ、え、面白い。面白い。面白い。思ってる？今日はちょっとふわふわだね、みんな。そうだね、確かに。なんか今日まったりしてるよね。みんなまったりしてる。いつもこんな感じだけど。確かに。昨日はね、結構ね、活躍してたよ。なんかさ、スロースタートって感じでした。うんうん、ダメだよ。まだ起きたばっかり、頭が。ずっと起きてたけどね、早起きたよね。えらい。朝からずっと一緒にいます。おお、いいな。もう1分経ったかな？もうちょっと。なんか面白いね。え、ドゥザダンスのさ、MV でさ、なんか好きなシーンとかある？好きなシーン、いやいや、あずかせっこくこんな方の、これね、え、わかる、わかる、なんかあずっぽい、こう、確かに、これなんかね、生まれ方が、うん、めっちゃ綺麗。でもさ、あれさ、せっこうぞ役だから動いちゃいけないんだけど、ね、やっぱ瞬きもね、そう、息するからさ、これちょっとずつこうやって揺れてんのがね、面白かった。裏話さえは、アイリさんとのシーンが、ね、見たよ。あれさ、手浮いてるよね、うん、え、そう、なんかね、こうやってやるんだけど、うん、あんまりリップシーンだからさ、口にかぶっちゃいけないけど、あ、どうしようってなってた。なんか緊張して手離れてんのかと思ったひな。そう、でも緊張してた。おコメントありがとうございます。ありがとうございます。セリフの募集は終了です。ではセリフを見てみましょう。怖い怖い。あ、おお、結構積極的。そうだね、なんかうちらには、うちらがなんかあんまり普段言わないっていうか、キャラとちょっと違う感じですね。それでは左にトランプのマークがついています。
どのセリフを言うかはこちらのトランプを引いて決定します。おトランプありがとうございます。順番おおじゃあ順番どうやって決める？じゃんけんする？いいよ。何じゃんけん？トランプじゃんけん。トランプじゃんけん、じゃんけんぽい。おお、アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。ああこれどう、うん、勝った人から？うん、okay、いいよ、決めていい。何がいい？何番？じゃあ2かな。いいよ2ね。最初はトランプじゃんけん、じゃんけんぽい、アイコでしょ。やったー、うん、じゃあどうしようかな、先にやる。じゃあ1番で、okay、じゃあ1番が新井沙絵ちゃん、2番がさこいめみちゃん、3番が私の順番でいきます。これ引くんだ。ね、見ちゃいけないんだよね、私。あ、そう。あれあれこうやってあれで、あ、そっか。あ、モニターに見せて言えたって。あ、こんなのね。シャッフルした？できました。どれにしようかな。こいつだ。よし、これにします。じゃん。お、キングですね。キング、キングのセリフはどれ？一番上か。あ、上か。おお、セリフ長い。確かに、ちょっと覚えれないね、絶対これ。そんなに、うん、長い。じゃあ、はい、わかりました。次、待って、もう一回見。あ、大丈夫。あ、開けます。あ、ガーナンです。あ、OK です。じゃあ、いいですか？はい。では、新井沙絵ちゃんお願いします。はい、カメラに飛ばされた。ちょっと忘れた。ほら、教科書見せてあげるから、もっと机くっつけて。うわー、すごい。くっつけるよ、かわいい。イエーイイエーイって感じ。もう現役だからね、うん、もう想像できちゃった。さやちゃんの制服姿と机で頑張ってノート写してる姿。でも絶対さやちゃん言ってくれない気がする、うん、確かに。教科書なんか、あの人教科書忘れてんだけどって言いそう。そんなそんな言わないけど心の中で思ってそう、うん、確かに、ね、あ、教科書忘れてるって 思いそうね。え、見るとは言うかもしれないけど、もう優しい、くっつけてと思うんだよね、うん、言わないかも。言わないかも。最高です。だって、やったー、新井パイセン、さすがっす。かわいかったね。やった、難しかった。それでは次いきます。あ、これか。私どうしよう、緊張してきた。言ったやつはもう抜きますか？はい、目見ないでくれる？目つぶって。はい、どれがいいか。じゃあこれ。あ、お、じゃじゃん。え、ジョーカーです。ちょっと今日本当大丈夫ね。大丈夫じゃない。え、いいいい、これいい。やなんか好き。え、これ好き。確かにちょっとゆうみのキャラに合ってる気がする、うん、なんか可愛い、うん、や、見たい見たい。え、待って待って待って、あ、やばいやばいやばい。かわいい。いいですか？うん、覚えた？うん、うん、うん、ねえ、大丈夫？やばい、やばいです。楽しみ。覚えた？覚えました？かわいい。それではじゃあ、さこゆめみちゃんお願いします。ねえねえ、もう遅刻じゃん、一緒にサボっちゃおうよ。え、違います。やった。2つ分聞けちゃう。じゃあこれ、うん、一番下ね。うん、待って、本当に
今日ね多分起きてないと思いますよ。まだまだ起きてないのかもしれない楽しみ、ね、本当にやばいかもしれない今日起きてね、皆さん得した、そうやばい、得2つ聞けるからね。大丈夫？え、ごめんね、赤いよ、コーヒーこれ聞きたかったよね。そんなことないよなんだっけ、あ、もう一回すいません、脱げてます、ごめんなさい一番下ねやばい、恥ずかしい。いい？いける？はい、じゃあもう一度さこいめみちゃんのリベンジお願いします。かわいい、かわいいんだけど先輩、隣に座ってもいいですか？かわいい、いいですか？かわいい、合ってますか？かわいいよ、めっちゃ後輩感すごいね。いいですか？かわいい、間違えちゃった。大丈夫、ゆうみのファン喜んでるよ。かわいい、間違えちゃったよ、ごめんなさい。え、嬉しいよ、みんな、うん、2つも聞けたからね、うん、やった、これ決まっちゃうね。え、ごめんね、うん、どれだっけ、これか、これだ、あれ上か2番目、あ、オッケーオッケー、ねえ、あなたもね、じゃあ、私成田小日奈は Q っていうの、これクイーン、うん、クイーンのセリフを読みたいと思います。おお、嬉しい嬉しいとか言ってどうですか、心の準備は大丈夫です、大丈夫ですか。それでは成田小日奈ちゃんの挑戦です。挑戦じゃなくて、どうぞ。ねえ、今から明日の宿題一緒にやらない？やるやるやるやります。ちょっと今日静かすぎて、もう私出て行きたいです。やりますねえ、なんか大人感あった、ね、でしょ、うん、ちょっとね、大人の余裕を見せてみました。おこんな感じ いい感じいいですよ、こひなちゃん、いいですか、うん、それでは続いては皆さんのハッシュタグ一発ルームでのポストのリクエストから採用させていただいた効果音で行いたいと思います。すごい、採用されたのはこの音です。採用、電話電話みたいだけど、これはね、これは何の音ですか？電車の発車ベルの音です。ではまずは皆さんの考えたセリフを書いてください。お願いします。発車ベルの音、難しいね、発車ベルってなんかお別れのシーンなのかな。わかんない、まさかの本当に演技、え、わかんない、どういうあれなんだろう。電車の音だからさ、発車ベル難しいね。もしもし俺らちょっと違う、違います違うらしい、電話じゃないです、電話じゃないね、電話かと思ったけど、ね、駅のホームって、駅のホーム、え、なんだろうね。そうだね、ゆめみちゃん、あ、これちょっとこれも混ぜてください。あ、はい、お、結構来てます ね難しいシチュエーション、え、わかる、めっちゃ7時12分の思い出した、ね、うん、思い出したっていうか、ガタンゴトンどんなコメントが来るか楽しみですね。緊張しちゃう、すごい、ワンショットカメラゆみ、こういうセリフ考えるの得意そう。え、得意だよ。だよね、絶対得意だよね、うん、考える方が好きでしょ。考える方が好き、じゃあ考えたやつ言うのはまさかのゆみまた2個やる、うん難しい、なんだろうね。え、この話題結構難しくないですか。確かに、でも、ね、いろんなあれだね、出会いのあれかもしれないよね、うん、難しい、通学電車とか。確かにね、あ、そうかも、難しい、お、すごいすごい、いろいろ考えられるシチュエーションかシチュエーション、シチュエーション、あ、いいな、ひな、あれがいい。どれ、出発進行これがいい、出発進行。え、でもさ、劇場公演のさ、うん、MC とかでもさ、たまに萌えゼリフやるよね。確かに、私たちやるね、そこの MC でやってるんです、ね、4人の MC があるんですけど、その時はね、結構夢見がね、うん、お題を、MC のお題を考えてくれるんですけど、結構ね、こだわってて、
皆さんにどうやったら楽しんでいただけるかすごい考えてやってるから面白いよね。面白いよ ね, ね結構 ね, いいね、面白いって言ってもらえる。快速と動体視力、文字リフ好きですだって、よかったです。文字リフ全然でもやんないかも、私たちの MC であんま、やってよ、やってない、え、今度やろうかな。じゃあでもあんまり進んでやらない人たちなのかな。うちらもやんないよ。え、いつもでもやりたくてしょうがないんだよね、文字リフ。もう違うよ、もうね、どこが、ゆめみちゃんがね、やりたいんだよね、盛り上がっちゃうじゃん。確かに、でも普通にメンバーの見れるのも嬉しいよね、うん、確かにね。だからかわいい、やった。え、でもさえちゃんやってよ、うん、え、わかったよ。さえちゃんうまいもん。え、うまくないよ、うまくないんですよ。さえちゃん今度機会があったら機会があったらやる。的にはね、かすみのね、萌えずりふが好き、うん、ほんと、あんま見たことないの。もうね、全力キロ、うん、あー、もう狩りに行ってる。そう、狩りに行ってるもうね、狩りだよ、これは。あ、お、はい、ではコメント募集終了です、はい、じゃあどんなコメントが来たか見てみましょう。お願いします。あ、すごい、背景もすごい、すごい、待ってどういうこと。もう、面白いね。難しいよ初めての試みじゃないですか、これ、うん、これどういうこれ萌えゼリフなのかな萌える萌える、確かに、もしかしたらね、うん、じゃあ順番はさっきと同じ、じゃんけんする。じゃんけんしよう。じゃんけんする、いいよ。え、じゃあ、ちょっと電車じゃんけんとかにする。あ、何電車って何。せーの、電車じゃんけん、じゃんけんほい。何それ、3だよ、チョキ、あ、チョキ電車じゃんけん、じゃんけんほい。お、勝った。何番がいいですか。じゃあ、2番にしてみます。お、じゃあ、私は1番にします。お、私は3番です。じゃあ1番が私で、2番が新井さえちゃん、3番がさこいめぐちゃんの順番でお願いします。はい、じゃあ、あ、やっと弾けるよ。あ、こっちか。え、ごめんね、こっちどこに4枚あるの。え、あるよ、これ、うん、いけいけ。ああ、クイーンでした。クイーンなんだ。やばい、okay、 あー、でも小日っぽいかも。ほんと、え、なんかあの想像できる、すごい、うん、うんうんうん、 OK、 ちょっとおとなしめな感じが。こいちゃん、お、準備いいですか。お願いします。それでは成田小日菜ちゃんです、どうぞ。ずっと好きでした、明日もまた会えますか。なんか気まずいですね。じゃあ声にならないあの萌えなのよ。そうなの、なんか心底から湧き出る感じ。あ、ファンの方ちょっと喜んでくれてる、よかった、よかったよかった。やっぱね、ちょっとね、私ジョーカー弾きたかったんですけど弾けなかったです。弾けなかった。じゃあ次だよね。はい、ちゃんね、私です、お願いします。はい、どれにしようかな。こいつに、これ。うわ、あ、ねえ、なんで、うわ、これはね、もうさえちゃんの演技力が試されますね。え、これどうやって言うの。さえちゃん立ってみる。え、なんで。ドア役とかいる。ドア役、ドア役、二人にドア役やってもらうか。あ、本当、あ、どうする、どうしよう、どういうこと。難しいね。いい、そのままやります。じゃあいいですか。はい、新井さえちゃんの一言です。え、これ燃えないんだけどお願いします。お願いします。ちょっと待って、私挟まってます何これこれ挟まってますね。キャー、挟まってます。これ燃えない。これ燃えた。可愛いって。可愛いよ。みんな助けてくれるよ、助けてあげた
楽なの、ね、助けてください皆さん面白い。ちょっと切なかったね切ないのか、切なかった、切なかった、うん、あ、よかった、よかったのか、必死さが伝わった。あ、そう、本当に挟まってる感じで 言いました挟まったことないから分かんないけど、そりゃそうだよ ね、 そうだよね、みんなないよね。じゃあ、いいですか、さくらちゃん、はい、最後ラスト、やばいよ、シャッフルします、目つぶってね、あ、ポポポ、いきます、どうぞ。ぶっちゃってないか、どっちにしよっかな、じゃあこっちにしよう。あ、これまた間違えて読んじゃう感じかな。ジョ、ジョーカーかな、ジョーカー、ジョーカー、あれ、間違えた、間違えた、ジョーカー読ませたいの、ジョーカーかな、あれ、あ、一番下のやつかなお、どう、これはなんか夢見こういうの多くないんですか。そう、こういうの、こういう感じ、ジョーカー多いね、ジョーカー、ジョーカー多いか、お、大丈夫、ちょっと長いけど覚えれた、うん、待ってくださいここはもう一回ジョーカー読む流れよ、流れよいいね、ジャックって言うんだね、ジェイは、ちょっと待って、ジャックイコールジョーカーってどういう、お願いしますじゃあ最後にさこいめみちゃんの一言です。もうバイバイだな、もうバイバイなんだね頑張れ、頑張れ、はい、すいませんもう一回やりましょうか、あー、はい、やばい、うん、でも今間が可愛かった、ね、可愛かった、キュンキュンした、間が鳴ってる時間のさ、ゆめみの顔が可愛い、ね、え、そう思った、ね、緊張してるんだろうなっていう、ね、うん、可愛い、可愛いもう一回やる、すいません、また忘れちゃった可愛いよもうバイバイなんだ、もうちょっとね、お願い、一緒にいよう、ふにゃふにゃ、かわいい、かわいい、間違っちゃった、なんて言った今、もうちょっとごちゃごちゃ、めっちゃ可愛かった、どうでしたか皆さん、かわいい、赤ちゃんみたい、本当にごちゃごちゃになっちゃった、かわいい、かわいかった、それでは以上18期の一言でしたまた今後やるときにも効果音のリクエストを参考にさせていただきますので、ぜひハッシュタグ一発ルームでポストお願いします、お願いします、よし、それでは続いてのコーナーです、ゆめみお願いします、一発チャレンジイエーイはい、このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。チャレンジに成功するごとにポイントが加算されます。先日5ポイントゲットしました、やったご褒美企画は現在準備中とのことです、はい、現在は次なるご褒美に向けての新チャレンジの都道府県シルエットチャレンジに挑戦中です、うんうん、ということで前回の様子を見てみましょう。じゃあ3番にします。感じないと浮かんだ、すごくない、こうだ、こうだ、すごい、すごい、ゆいが正解してるんだよ、すごい、すごいよね、一番行ってみたいです。47問中ね、あれ、すごいだ、すごいだ、みんなもやったからねせーの、じゃじゃーん、あ、かわいい、かわいい、かわいい、え、じゃーん、じゃーん、すごい、すごい、三重県岐阜市、すごい、かすみ、そう、あー、かすみすごい、全然わかんなかったこれ、はい、本当にわかんない、すごい、じゃあ私から、かすみちゃん、お、ひなのだ、ひなちゃん、かわいい、神奈川県横浜市、なんて書いてある、中華、イエーイ、え、ひなのも正解したじゃない、お願いします、すごい、すごいね、え、むず、何これ、これ、はい、見てもわかんない、へぇ、すごい、すごい、すごい、と思います、あずか、頑張れ、あずか、頑張れ、頑張れ、あ、なにこれ、なにこれ、いきますね、うん、壁かけました、え、えぇ、すごい、ということで前回八
きちゃんが、八木あずきちゃんがチャレンジ失敗ということで、今回はポイントゲットならずです。ただ2人に頑張ってもらうために、今回正解した分の都道府県のご当地お土産をプレゼントします。やった、やったー。わーい。フリップありますか？ないかな。あるぽい。 ありがとうございます。ということでね、1,2,3,4,5 問正解してて、5番がアズが失敗してるんですね。あと2番と6番が残っていますということで、お、北海道のお土産が届きました。なにこれ、なにこれ、こいちゃん知らない、何ですかこれは。ハッカーメン、ハッカー飴ですって。すごい、スースーするやつ、ね、スースーするやつだ ね、 ね、これは北海道のお土産で、後でいただきましょうか。お、後で食べたいと思います。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。そしてルール1から、1から8から1つ指定していただき、都道府県の地形のシルエットだけを頼りに都道府県名と県庁所在地を漢字で書いていただきます。指名できるのは一つだけ、一発勝負のチャレンジです。では2人回答の順番を決めましょう。どうする？残り2つだから、ね、どっちやりたい？え、2番2番やりたいけど、いいよ、2番どっちでもいいよ、どっちでもいいよ。あ、じゃんけんで決める？大丈夫、夢見。夢見6番で大丈夫そう？え、一回じゃんけんしてみて。オッケー、一回ね。一回、じゃんけん。じゃあ、せーの、都道府県じゃんけんしよう。せーの、都道府県じゃんけん、じゃんけんほい。あいこでしょ、あいこでしょ。あ、うん、勝った。負けた。そう、2番あれ結局ね、オッケー、分かった、2番。じゃあ、はい、夢見、さこゆめみちゃんが2番で、新井さいちゃんが6番で挑戦してもらいたいと思います。できないかも、できないかも。2番、それではもう大丈夫ですか？お願いします。では2番の問題お願いします。お願いします。お、何々府何々市だね。ヒントが結構出てますけど。あ、ヒントありがたいですね。ありがたいですね。県名、県名、これは府名っていうの？そうじゃない。でもさ、北海道のことどうって言わないよね。確かに県名っていうわ。じゃあ県名と県庁所在地を書いてください。なんかさ、都道府県苦手だけど、ちょっとヒッパが優しいので、これ見てもわかんないかも。府は2つ？そうだよね、日本に2つ。お、見ちゃダメだよ。あ、え、見てないよ。あ難しいよね。でもこの都道府県チャレンジ結構過去の中でも難易度高い気がする、ね、初めて失敗したんだもんね。でも本当にね、ひなが北海道取っちゃったからえ、でも札幌って意外と漢字とか難しそう。確かに難しいかもね、うん、あ、あれ、そうですか。あ、そんなのあるんだ。え、本当ですか？え、そんなヒントもあったんだ。そうなんだ。書けましたか？書けました。じゃあ、答えどうぞお願いします。じゃじゃじゃーん。お、字綺麗。かわいい。京都府京都市。お、やったさすが。ということで、答えは京都府京都市ということで、2番クリアです。2番クリア、やったね。やった、チェックつけてください。じゃあハート書いちゃうからねイエーイ。ということで残りはあと1つです。やった、6番だけ残ってます、ね、できないかも。え、結構でも私都道府県は正直あんまり自信ない。本当、うん、でもさ、形ってむずいよね、うん、ノーヒントだからね、これ6番に関しては。無理かも。え、6番難くない？怖い。ノーベンです、私は今回。さえちゃんならいけるかもしれない、かもしれないキャー、問題次第ですね、これは。大丈夫ですか？頑張ります。はい、じゃあ6番の問題お願いします。お願いします。え、わかるかも。初めて見た。わかる？わかんないかも。待って、わかんない。え、あの文字数とかも出ない感じなんですね、6番は。え、確かに県とかもないんだ、ね、ないね。初めて見た。多分これだな。すごいなんかあれ
なんか可愛いね。え、あれだよね。横顔みたい。え、ちょっと待って、あれだよね。本当だ。今もあれな気がする。あっち？あれだよね。え？え？でもさ、むずい。可愛いフィルムして。待って。え？待って。怖い。お、多分。すごいヒントを送ってくださるって言ってるけど、え、さえちゃんには見えてません。見えてないです。残念。ごめんなさい。え、でも、え？これ、これな気がするけど。難しいね。初めて。あれ？緊張所在地って。さて、こっち？正解できるかな。え、待って、これそもそも県から違うかな。え、こんなんだ。自分を信じよう。はい。え、お、かけた？早い。え、じゃあいいですか？じゃあ答えお願いします。お、岩手県盛岡市。わー、あったー、すごい、やったー、すごい。ということで6番の答えは岩手県盛岡市だったので6番も正解です。やったー、さえちゃんさすがじゃないですか。やったー、むずい。でも結構危うかった。え、ね、でも岩手県分かったけど盛岡市知らない。あー、うん、なんか東北だなって思ったけど、うんうんうん、最初山形と迷って、うん、でも山形さんはもっとなんかへこんでるとかあるよね。全然分かんないよ。全然分かんない、分かんない。なんか山形が横顔みたいなやつだった気がする。逆にね、分かんない。夢見分かってたって聞いてますけど分かってないです。お、はい、星書いたということで7問正解。7問正解だよね。うんうんうん、7問正解で1問失敗ということで、チャレンジ自体は失敗なんですけど、うん、お土産があるみたいです。すごいすごい。岩手となんだっけ、京都、京都、これ京都、どっちが何ですか。すごい。よ、なんだ、あ、ごめん、どっち、こっちが、こっちが岩手かな。すごい。豆、豆、あ、ここに岩手って書いてある。本当だ、マロン。じゃあ後でこれも食べたいと思います。あ、すごい、いっぱい。あ、柿の種だ。何がどこか分かんない。なんだこれ、ね。あ、新潟とか書いてある。すごい。かわいい。たくさんのお土産いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回のチャレンジは失敗となりましたが、うん、じゃあ次回のチャレンジの発表です。次回のチャレンジはこちら。じゃん。こちら。どちら？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 ごひなお腹空いてるから食べちゃうね。え、食べたい。でもカップラーメンめっちゃ楽しみある。なんだこれは。なんだこれは。何これ？ということでカップスタックです。おお。カップスタック。カップスタック。あんまり聞いたことないんですけど、うん、サイクルスタックに挑戦ということで、全員の合計タイムで200秒以内でのクリアとなりますということで、全然ちょっと壊さないで。あ、ここここ。何これ。あ、うん、みんな、みんなも分かってない。うわすごい、たくさんコップが、穴の開いてるコップが、え、穴が開いてる、本当だ。そうね、ちょっと馴染みがないので全く分かんないんですけど、こんな感じです。なんかなんかこういうやつあるよね。あ、わかるわかる、懐かしいみたいな、ね、ということで次週からの一発チャレンジもお楽しみにしててください。すごい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 、お楽しみに、お楽しみに。ということで、あっという間のエンディングです。早ここでお知らせです。お知らせだ、お知らせ、お願いします。じゃじゃじゃんじゃじゃん、お、9月27日水曜日8時半から明日ですね、アイドルなんかじゃなかったら発売記念生配信決定しました。イエーイ、生配信ですね。生配信、なんとね、明日発売なので。そうだね。そしてですね、この発売に伴って HMV さん、タワーレコードさん、各店舗とあと劇場で、なんと握手会、お渡し会が開催されます。イエーイ。詳しい情報はちゃんとホームページですね。ホームページ、ホームページチェックしてください。お願いします。握手できちゃいます。楽しみ。ぜひチェックしてください。握手しましょう、握手しましょう。
この生配信はね、もう情報出てるんですよね。そうだね、さっきね、うん、全曲生配信初披露ですね。そうですね、私たちはトゥーザダンスもあるしね、うん、ぜひチェックしてください、うん、お願いします、うん、詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトでご確認ください。最後にランキング確認してみましょう。はい、じゃあ13位からいきます。はい、せーの、13位、キソーさん、ありがとうございます。12位、ひろゆきさん、ありがとうございます。せーの、11位、レイレイさん、ありがとうございます。せーの、10位、ふくちゃんさん、ありがとうございます。せーの、9位、おはようございますさん、ありがとうございます。おはようございます。せーの、8位、ニッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日行きます。だって握手会ですかね。お、ありがとうございます。せーの、7位、コウジさん、ありがとうございます。せーの、6位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、覚えてる？うん。せーの、5位、ウォーターメロンさん、ありがとうございます。ダブ。せーの、4位、大野高文さん、ありがとうございます。せーの、3位、あっくんさん、ありがとうございます。さえちゃん、見守りたい。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、2位、みちさん、ありがとうございます。そして1位、せーの、ビビビビベさん、ビビビビベさん、ビビビビビさん、ビビビビビビベさん、ビビビビビベさん、ありがとうございます。猫猫。今日の番組は以上となります。今日はどうでしたか？今日なんかさ、不思議な空気流れてる気がする。夢見たよ。でもさ、本当に申し訳なかった。2回はさ、でもめっちゃ面白かったよ。結構素で間違えちゃった。ファンの方はね、喜んでくれたと思います。ありがとうございます。夢の中なんです、まだ。夢の中でもみんなのアイドル。かわいい。ふにゃふにゃした。私たちにとって明日は初めての握手会だから、うん、だ、めっちゃ緊張してるんです。私たちも包み込んじゃおうかな。握手ハンドクリーム塗らなきゃ今日。包み込んじゃうよ。緊張、ありがとう。めっちゃ緊張する。わちゃわちゃで楽しかったです。よかったです。ね、楽しみですね。生配信も明日、うんうん、あるので。何時から？8時半。8時半。ぜひ見てくださいね。お願いします。絶対見てね。踊っちゃいますよ。私楽しみ。そろそろ目が覚めてきた。ずっと覚めてるけどな。ずっと覚めてるの。3人のバランスが面白かったですね。なんかさ、面白いね、この3人。なんかさ、この3人でやるんだと思ったの。決まった時なんか不思議と思った、うんね、前もあった。ないと思う。初めてだった。ないかな。そっか、初めてか。初めてだね。へえ、不思議な感じだね。そう、ここではいろんな3人が見れるからね。確かに、なんか毎回ね、違うあれだね、だね、雰囲気があるね、うんうん、トリオごとにいろんな雰囲気があるので、ね、毎回皆さんを見逃しなく見てください。お願いします。見逃しなく。ということで、X での番組の感想はハッシュタグいっぱちルームでお願いします。引き続き18期の一言の交換をリクエストもお待ちしています。待ってます。待ってます。そして次週は秋山ゆなちゃん、久保ひなのちゃん、山口ゆいちゃんの3人です。次週の配信を絶対に見逃さないために、右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録してください。お願いします。してください。お願いします。それでは以上、AKB48 18期研究生でした。バイバイ。ありがとうございました。